皆さん、こんにちは。キング&プリンス卒業、事務所脱退後も変わらぬ人気を誇り、現在は 2B に合流し活動しているナンバーアイ米カリフォルニアで開催された世界最大級の音楽フェス、コーチェラバレーミュージック&アーツフェスティバルでの海外ライブデビューや、06年に韓国ソウルで創刊されたグローバルファッションマガジンマップスの韓国版、18周年を記念した日本版で表紙を飾るなど、3人の夢であった海外活動の大きな一歩を踏み出しました。日本での活動を見守ってきたファンからすれば念願の3人の海外デビューでしたが、実際の海外での評判は思ったようにいっていないようです。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。 2B 移籍後も変わらない人気を維持しているナンバーアイの3人、3月に開催された 2B 初となるコンサート2 Heroes が東京ドームで開催され、約22万人を集める大成功を収め、その集まった22万人のうちの半分以上はナンバーアイのファンだとも言われていました。2024年1月1日にファーストデジタルシングル GOTO をリリースすると、 YouTube での再生回数は日本の男性アーティストのデビューシングルとしては史上最速となる、公開後3日で1000万回再生に到達し、1月3日付 YouTube の MV のデイリーミュージックビデオランキングでグローバル1位を記録。地上波出演も増えてきて、4月12日にはテレビ朝日系音楽番組ミュージックステーションに出演し、ウエストと 20th Century と共演、 M ステ出演の発表にネット上ではついに待ってました、ナンバーアイとしては初の M ステ、またあのスタジオにいる3人を見られるのが幸せ、お帰りなさい、胸熱、富士、地上波で踊るの楽しみすぎるなど反響が殺到し、関連ワードが続々とトレンド入りを果たしていました。しかし世界進出を目的に事務所を離れたものの、一向に海外進出に関する情報は出ず、一部でキンプリ時代とやってることが一緒でグループを抜けた意味がない、海外進出のためにキンプリ辞めたんじゃなかったの、ただ3人でタッキーの事務所に移籍したかっただけに思える、といった批判的な声も上がっていましたが、4月14日に米カリフォルニアで開催される世界最大級の音楽フェス、コーチェラバレーミュージック&アーツフェスティバルで海外ライブ初出演を果たし、同ステージの出演についてナンバーアイは、世界最高峰のコーチェラに出演することはナンバーアイにとって夢の一つです。今回88ライジングフューチャーズに参加させていただくことになりました。こんな素敵なチャンスをくださり本当にありがとう、ぶちかましますと強い意気込みを示すコメントを発表していました。ファンの批判を封殺することになり、海外最大級フェスでの海外ライブデビューに、デビューして4ヶ月いきなりの世界最大級フェス、かっこよすぎ、最高の3人です、彼らを知らない人に知ってもらえる機会でもあり、楽しむつもりで行ってきてほしいです。翔くん、岸くん、仁くん、おめでとう、素直にすごいし、おめでとうございます。いろんな辛いこともあったと思うけど、目標に向けて頑張ってきて夢に手が届いた感じですね。これからもっと活躍できたら応援してます、おめでとうございます、とうとう世界へを実現し始めましたね、夢を夢で終わらせない、どんどん羽ばたいていってほしいです、現地には行けないけど心はいつも一緒に行ってます、嬉しいなぁ、やったね、ナンバーアイ、といった喜びの声が上がっていました。さらに2006年に韓国ソウルで創刊されたグローバルファッションマガジンマップスの韓国版の18周年を記念して、5月3日に日本版のマップスジャパンが創刊されるのですが、マップス5月号、マップスジャパン5月号、それぞれの表紙にナンバーアイが登場することが発表され、個人の活動でいうと、平野紫耀さんは世界的なファッションブランドルイ・ヴィトンとパートナーシップを結び、イヴ・サンローラン・ボーテのアジアアンバサダーに就任。3月25日にフランス・パリで開催された
イヴ・サンローランラブシャインリップスティックのイベントに出席し存在感を見せ、その際にインスタグラムのフォロワー数1220万人を誇るアメリカのラッパースウェイリーや、イギリスのポップアイコンであるスーパースターのデュアリパとのツーショットを披露し、世界の平野をアピールしていました。個人の意見として、ナンバーアイしかり、トゥービーしかり、平野さんの一人勝ち状態という印象を強く感じています。平野さんだけが世界進出に向けて着実に進んでいるような気がしています。ではグループとしてはどうなのか。海外事情に詳しい音楽関係者によると、まずゴートという楽曲に目新しさがありません。ラッパーのエミネムの曲にゴート、リスペクトザゴート、リスペクトザゴート2があり、 LL クール J が2000年にリリースしたアルバムゴートグレイテストオブオールタイムの中にもザゴートという曲が収録されています。ナンバーアイは3月2日に NHK 総合の音楽番組ベニュー101で地上波番組として初生出演しましたが、共演した韓国のボーイズグループ ATEEZ も昨年6月に公開した楽曲バウンシーの MV の中でゴートを題材にしていました。こちらの再生回数は1億1000万回を超えています。そもそも日本の音楽市場は世界第2位ですから、日本のファンが大きく動けば世界デイリーランキングで1位になるのはそれほど難しくありませんし、世界を狙うと言いながらなぜ英語詞にしなかったのか、こちらも疑問が残りますと話していました。実際に海外のファンをどれくらい掘り起こせているのか、 Google トレンドで YouTube 動画の検索主要国を調べると、ナンバーアイはほぼ日本だけとなっており、これに香港と台湾がごくわずか。 K-POP が世界中に広がっているのとは対照的です。ナンバーアイの YouTube チャンネル登録者数は77万人に達しましたが、その後は伸び悩んでおり、コメント欄も日本語が圧倒的に多い状況です。さらに調べてみると、音楽業界で人気度の信頼性が高いとされる Spotify でのナンバーアイの月間リスナー数は116万人、世界ツアーを行っている夜遊びは880万人、韓国のボーイズグループセブンティーンは640万人、有利は322万人と言いますから、その背中ははるか遠く。もちろん今年元日にデビューしてからまだ日が浅いため、今後の伸びしろに期待したいところです。3月には 2B 初のコンサート2 Heroes 2B First Super Live が4日間にわたって東京ドームで開催され、計22万人を動員しました。また4月1日放送の TBS 系カウントダウン TV ライブでもステージに MV の撮影に使ったカートを登場させるなど破格の扱いでした。このように国内の人気は盤石なので、その勢いで海外進出を目指したいところでしょうが、かつてジャニーズ系のアイドルが不動の人気を集めていた台湾では、主役が交代し、現地レコード店5ミュージックの日韓チャートベスト20を見ても K-POP 系アイドル一色、滝沢秀明氏がメンバーとして活躍したタッキー&翼は2002年に台北公演を実現させているだけに覚醒の感があります。強烈なヒップホップで世界的に活躍している振付師のリエハタ氏を起用したダンスナンバーのゴートが海外市場を意識しているのは間違いないですが、世界進出の海図はなかなか見えてこないのが実情。興行に詳しい音楽番組プロデューサーは BTS やセブンティーン、エンハイプン、ルセラフィム、ニュージーンズを擁するハイブラベルスの YouTube チャンネル登録者数はなんと7440万人です。こうした強力なグローバルプラットフォームに新人のトゥアス、ボーイネクストドア、アイリットを乗せていくことで、ハイブは勢力拡大の一途です。これに比べると日本の芸能事務所のプラットフォームはあまりに貧弱です。そこを突破するため、例えばエグザイルを擁する芸能事務所 LDH は6億人の音楽市場を持つ東南アジアをターゲットに定め、所属するボーイズグループの
バリスティックボーイズとサイキックフィーバーを22年8月から半年間タイに送り込み、現地の言葉や文化を学ばせました。それが奏功して今ではタイの音楽チャートの上位に食い込むほどの人気です。同じようにジャニーズ事務所時代、メンバーをアメリカに送り、トラビスジャパンとして世界デビューに導いたのは滝沢社長です。世界を目指すナンバーアイについても秘策を練っている可能性があります。米国で人気を誇るヒップホップアーティストと YouTube 動画でコラボし、世界に存在を知らしめるといった手法もありますからね、と話していました。滝沢氏は3月の2 Heroes 後に海外で活動する意気込みを示した時間、世界に飛び立つ土台になる、ここまではやろうと思えば誰でもできる、グローバルに通用するアーティストを作るのが僕の次の課題、と今後の展望を語っていました。まだあくまでも準備段階であるナンバーアイ、滝沢氏の手腕はもちろん、ナンバーアイの活躍が 2B 自体を世界進出させることになるのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。